アトリが錬金地区の噴水のところで。アトリ、ほら、私ちゃんと声が出せるようになったんですよ。けど手の麻痺は。それはそうですけど、それでも声が出せた分一歩前進です。ちゃんと片手で操作できるコントローラーを買ったし。いいのか、ザ・ワールドを続けて。え、お前怖くないのかよ。別にザ・ワールドは逃げやしねえよ。だからちょっとの間休んで。怖いですよ。怖いですけど、私ザ・ワールドはやめません。だって感じるんです、これはきっとお医者さんには治せないって。ここでなきゃ、ここで私が頑張らなきゃ治らないって。俺はアトリのために何ができる。アバターを手に入れたから。それが何だ、何も変わってないじゃねえか。自分一人じゃアトリもシノも誰も救えないじゃねえか。ここに来れば榊さんがいるっていうのもあるんですけどね。それに長谷尾さん、具合悪いんだろ。ゲームやる暇あったら休んだろよ。はい、それじゃ。バカか俺は。アトリにとってはここが安らぐ場所なんだ。ザ・ワールドが、あいつが、榊がいる、ここが。レイブンのアットホームに行こう。
何もなかっただって。あれだけのことが起きたのに何もなかった。そんなバカなことがあるか。実際何もなかったのだ。リアル側の認識ではほとんど何も。我々がアイダサーバーで過ごした時間はリアル側から見ればほんの数分。世間的にはただのネットワークトラブルで済まされる規模の出来事だ。でもその間リアルのプレイヤーは意識を失っていたんだぞ。ニュースや BBS の反応を見たまえ。今回の一件を取り上げたところで当事者以外の誰も真実だとは認識しない。だからはい良かったですねで済まそうっていうのかよ。ハセオ、口の聞き方に。うるせえ。こいつがどんだけ偉いってんだよ。いつもいつも偉そうにしてやがるくせに、肝心な時にはクソの役にも立ちゃしねえ。挙句の果てに俺らをモルモットにして優雅に研究ごっこと来たもんだ。こんなやつ偉くもなんともねえ。ただ卑怯なだけだ。君の憤りはアトリのプレイヤーが原因だろう。心配はいらない。彼女の症状については承知している。承知してる？それだけか。それでお前はどうすんだ。お偉いヤタ様はどうしてくれんだって聞いてんだよ。聞こえてんのか。あ、現在問題のアイダをトレース中だ。アイダから碑文を取り戻しさえすれば彼女の症状も治るだろう。それで何か問題があるかね。問題あるに決まってる。もう限界だヤタ。今回のことをアイダのことを公表してサーバーを閉鎖しよう。お前が言うことなら CC 社の上層部だって耳を貸すだろう。このままじゃ被害者は増える一方だぞ。やだ。解決策もないままいたずらに情報を公開しろと。それはアイダサーバーでのパニックがリアルで繰り返される可能性が高いことを分かっての提案かね。おいヤタ、サーバーを閉鎖したら碑文使いでもザ・ワールドにアクセスできなくなるんだよな。当然だ。だったら俺はサーバー閉鎖すんの反対だ。どうして？ヤツとの決着がついてねえからだよ。ヤツ？トライエッジ、あの野郎まだ消えちゃいなかった。お前、アトリちゃんがあんな目にあったのにまだ自分のことだけ考えてるのか。自分のこと？違うね。俺が考えてるのはシノのことだ。シノを取り戻すためなら俺は。もういい。よくわかったよ。これ以上お前たちとは付き合えないことがね。
アイダサーバーのオペレーションフォルダで何かを見つけなかったか。なんだこれ。オーバン01。オーバン。さーて、ザ・ワールドを閉鎖すればアトリの症状の治療法だけではなく、未帰還者シノのプレイヤーの意識を回復する。だが、君のやり方に対して上層部に懸念がないわけではない。うん、余念なく責任を果たしたまえ。シラバスはアイダサーバーのことを知らない。一応顔を出して。カナードのアットホームに行こう。ハセオも説明してよ。シラバス全然信じないんだぞ。ダメだよガスパ。いくらザワールドが楽しいからってゲームと現実は別物なんだよ。アイダとかアバターとかこいつらには関係ないんだよな。そうだぜガスパー、そんなことあるわけないじゃん。ハセオ？だってあの時ハセオだって。あれ？おかしいな。オイラ寝ぼけてたのかな。
クリムゾンバーサオーバンに呼ばれてる。出る。今さら兄貴面か。
要するにそいつらを集めればアイダが現れるってことか。ああ、ギルドの更新手続きのためにホールにいるグランディに話しかければ登録。でもこの立派な施設が使える部費、感謝する部費よ。こいつ相変わらずムカつく。ハセオおめでとう。これでカナードも初級ギルド脱出だね。なんか立派すぎてちょっと落ち着かないぞ。
ね、張り切っていこう。なんと、受け取られよ。